国会議事堂。国会議事堂は日本の国会が開催される建物。現在の建物は1936年、昭和11年に帝国議会議事堂として建設された。東京都千代田区永田町1丁目にある。建物は左右対称型をなしており、正面に向かって左側に衆議院、右側に参議院が配置されている。現在の国会議事堂は1936年、昭和11年に竣工したが、その建設計画は明治にまで遡る。1881年、明治14年10月12日、明治天皇から国会開設の詔が発せられ、1890年、明治23年を期して、国会、議会を開くことが表明された。そして1885年、明治18年に内閣制度が発足すると議事堂建設の取り組みが始まった。1886年、明治19年2月、内閣に臨時建築局が設立され、ドイツ帝国から建築家を招聘して、官庁集中系と議事堂の設計がなされた。1887年、明治20年4月の閣議で、議事堂建築予定地が、麹町区永田町1丁目、現、千代田区永田町1丁目の現在地に決定されたが、官庁集中計画には、多額の経費が必要であり、帝国議会の開設も切迫していたことから、この計画による、議事堂建築は中止された。こうして、麹町区内幸町2丁目、現、千代田区霞ヶ関1丁目、現在の経済産業省敷地に仮議事堂が建設された。ドイツ人建築家、アドルフ・ステヒミューラー及び臨時建築局技師、吉井茂則の説による第一次仮議事堂は、第1回帝国議会召集前日の1890年、明治23年11月24日に竣工し、11月29日に貴族院議場で開院式が行われ、第1回帝国議会が開会された。会期中の翌1891年、明治24年1月20日未明に漏電により、出火、仮議事堂は全焼した。このため、貴族院議場を華族会館、旧鹿鳴館、後に帝国ホテルへ移し、衆議院議場を東京女学館、旧神武台学校へ移して、会期を終了した。その後、吉井とドイツ人建築家オスカール・チーツェの設計による第2次仮議事堂が昼夜兼行の作業で第1次仮議事堂の跡地に建てされ、同年10月30日に竣工した第2回帝国議会は11月21日召集。1894年、明治27年8月には日清戦争が勃発、大本営が広島に移されると、広島臨時仮議事堂が約半月の突貫工事で広島に建設され、同年10月14日竣工、翌10月15日に召集された第7回帝国議会で使用された。東京以外で帝国議会、国会が開会された唯一の事例である。日露戦争後の1906年、明治39年には仮議事堂の改修及び本格的な議事堂の建設が決まったが、大正政変により実施は延期された。さらに数年を経た1918年、大正7年9月になって、新議事堂の意匠設計が一般公募されることになった。翌1919年、大正8年2月、応募作品118通中、一次選考、二次選考を通過した4図案の中から、宮内省義手の渡辺福蔵案、実際には、宮内省匠良有氏による案が一等に選ばれた。当選案を参考に、大蔵省臨時議員建築局が実際の設計を行い、デザインは大幅に変更された。1920年、大正9年1月30日に、原敬内閣総理大臣などが参列して、現在地である永田町の高台において、地鎮祭を挙行、新議事堂の建設が始まった。1923年、大正12年には、関東大震災に見舞われたが、建設中の新議事堂及び第2次仮議事堂は無事だった。しかし1925年、大正14年9月18日、仮議事堂は改修作業中の作業員の火の不始末ら、火災を起こして焼失した。このため政府は、第3次仮議事堂設置を決め、新議事堂の建設はさらに遅延することになった。仮議事堂は、同年12月開会の通常定刻議会に間に合う、翌9月29日に建設期し、昼夜兼行の突貫工事でわずか3ヶ月で建設され、同年12月22日に完成した。新議事堂の完成が近づいた1936年、昭和11年2月26日には 2.26 事件が発生、陸軍武装青年将校の一軍が永田町一帯を占拠した。29日早朝に武力による鎮圧が決定されると、東京湾後台場沖には海軍の軍艦40隻が集結、永田町に艦砲射撃の照準を合わせて反乱軍を威嚇した。こうした苦難を経て、新議事堂が広田光輝内閣総理大臣、富田幸次郎衆議院議長、近衛文麿貴族院議長など、約2800人の来賓を迎えて、竣工式を迎えたのは、着工から実に17年を経た1936年、昭和11年11月7日のことだった。第二次世界大戦後に日本国憲法が制定され、帝国議会に代わる国会が国権の最高機関と位置づけられると、国会議事堂はその権威を象徴する施設となった。昭和30年代に入り、周辺の国有地が衆議院及び参議院へ移管されるとともに、パレスハイツ、現、最高裁判所庁舎ジェファーソンハイツ、現、衆議院議長公邸及び参議院議長公邸、リカーンセンター、現、国土交通省庁舎等の米軍接収地も返還が決まったため、首都高速道路の整備と合わせて、国会議事堂の敷地拡張及び周辺の区画整理が行われた。現在の議事堂周辺には、衆参両院の議員会館や政党関係の施設が立ち並び、日本の政治の中枢となっている。国会議事堂は、鉄骨鉄筋コンクリート造り。中央棟を除く大部分が地上3階建て、中央棟が4階建てで、棟や最上部まで含めれば9階建てである。また、線対称の建物である。長さ27から35尺、約 8.1 約 10.6 メートル、直径17インチ、43.18 センチメートルのコンクリート杭を中央棟の元に568本、その他の部分に3738本打ち込み、その上に厚さ1メートル、中央棟は3メートルの鉄筋コンクリート礎板を置いて柱を支えている。敷地はほぼ長方形で、前方部は広く、庭園や車寄せに取られており、衆議院側、参議院側それぞれの後方部には、事務局や委員会室などが入居している別館と、分館が設置されている。竣工当時は西側を底辺とする三角形状の敷地で、1960年代に、現在の大きさに拡張されている。画像、完成当時の国会議事堂。外装は3種類の花崗岩を使った石積みで、内装には33種類の大理石、2種類の蛇紋岩をはじめ、沖縄県宮古島産サンゴ石灰岩、貝を含む巨石、トラバーチン、寒卵岩、黒神石、御立石、日化石などが使用されており、こうした石材は日本全国から取り寄せられた。特に外装に多く使われたのが、広島県倉橋島の桜見影と呼ばれる桜色をした見影石で、議事堂に使用されたことから、議員石という呼び名も付けられている。また、天皇の休憩室には、島田市産の紅葉石が使用されている。このように建築材料や設備の素材のうち、郵便ポスト、ドアノブの鍵、マスターキー、ステンドグラスを除き、すべて、純国産品を使用して作られた新議事堂の総工費は完成当時の金額で2573万5977円に上り、工事従事者は延べ254万人に達した。ちなみにアメリカ合衆国カトラー社製の郵便ポスト、郵便投函等は各階の廊下などにあり、地下の集配所に溜まるようになっている。かつては東京中央郵便局が、現在は銀座郵便局が集配に来る。また、途中で郵便物が使えてしまった場合は、中にワイヤーが通してあり、それを下から揺することで落として集配する。下記の数値は、帝国議会議事堂建築の概要111から119ページを参照した。借款法で設計されたため、メートル法に換算すると、波数が生じる。担当した施行者は公開されていない。2008年、平成20年から2009年、平成21年にかけて、国会議事堂の竣工以来初めての大規模な修繕が行われている。議事堂外部では、専用洗剤と高圧洗浄で外壁の汚れを落としコーティング施す作業と窓ガラスを枠ごと取り替える作業が行われている。建物内では議場の机の傷みの修復のほか、1970年、昭和45年以来行われてこなかった全議席の布地の張り替えが実施されている。そのほか、2010年、平成22年5月には、衆議院本会議場の議長席後側の階段に手すりが設置された。議事堂内の管理範囲としては、中央部の中央玄関、中央広間、御休み所、中央棟が参議院の所管、玄関前庭が衆議院の所管、中央棟4階の国会図書館国会分館が国立国会図書館の所管となっている。正門の正面、中央棟部の真下にある玄関。外観は大きな車寄せと開口部が特徴で、ブロンズ製の扉は1枚が高さ 3.94 メートル、横 1.09 メートル、重さ 1.125 トン。この扉と、両院玄関入り口扉、内部のブロンズ製建具は、東京美術学校、現在の東京芸術大学に依頼して制作された。通常は、議事堂の出入りには使用せず、扉は閉め切られているため、開かずの扉と言われ、衆議院総選挙後や参議院通常選挙後に国会議員が初登院するとき、天皇や外国の国家元首を議事堂に迎えるときに使用される。また特別参観で一般参観者を議事堂内へ入れるときにも使用された。中央玄関を入った先、中央棟の真下にある広間は中央広間と呼ばれている。2階から6階まで吹き抜けになっており、天井は 32.62 メートル、法隆寺50棟、31.5 メートルがすっぽり入る高さ。天井はステンドグラスになっており、壁面四隅に日本の春夏秋冬を描いた4枚の油絵の絵画がある。それぞれ春の吉野山、夏の十和田湖、秋の奥日光、冬の日本アルプスをイメージして描いたものである。いずれも著名で巧妙な画家によるものではなく画学生の作品である。画像、中央広間。広間の四隅には、日本の憲政に貢献した板垣退助、大隈重信、伊藤博文の銅像と、像の立っていない空の台座が置かれている。空の台座が存在する理由については、諸説あり、誰の銅像を置くか話がまとまらなかったという説。政治は常に未完であることを象徴しているという説、もっと偉大な政治家になれという戒めの意味で、開けてあるという説、皇居にお尻を向けるので避けているという説などがある。空の台座の上には、議会召集の日には、松の大きな盆栽が置かれる。中央棟は高さ 65.45 メートルで、竣工当時、日本のビル等を除く建築物としては、それまで最も高かった日本橋三越本店、等の旗竿を含めて 60.61 メートルの高さを抜き、1964年にホテルニューオータニ本館、現、ザメイン、73メートルが完成するまで日本で最も高い建造物だった。ピラミッド型の屋根の中には大広間があり、この大広間の中央からは、螺旋階段が先頭部最上階の展望室に、つながっている。4畳間ほどのこの展望室からは、かつては東京を一望のもとに見渡せたというが、この展望室も大広間も現在では閉鎖されており、普段は管理人以外は国会議員であっても許可なく立ち入ることができない。4階部分は国立国会図書館国会分館になっており、国会関係者は自由に利用することができる。なお、4階部分には便所がない。天皇が使用する便所の上に便所を作れないため、2003年9月には、この中央塔が落雷を受けて、頭頂部の御影石が破損、落下して、階下のステンドグラスが割れるという被害があった。偶然、便所工事のために居合わせた鹿島建設の担当者が、会社に休園を要請し、補修工事もそのまま鹿島建設が担当することになった。現在は、窮状に服している。破損した頭頂部の御影石は、東北大学と富士宮市にある奇跡博物館に所蔵されている。御休所は、竣工当時は御便殿と呼ばれ、帝国議会の開院式や閉院式といった行事のために、議事堂に行幸した天皇がご休息するために作られた。現在は、国会の開会式などで、議事堂に臨御した天皇が休息する場所として、使われている。中央広間から赤絨毯の中央階段を登った先にある。天皇の座る椅子のところのテーブルが L 字型なのは戦前に軍服できた時に帽子を置いた名残である。天皇はここで衆参両院の議長、副議長の表敬を受けてから参議院議場での開会式に臨む。総工費の1割を費やしたとされる部屋の造作は、総ヒノキ作りの本漆塗り。外側の上部の飾り部分は、徳島県阿南市産のホトトギツという石を使用するなど、材質や装飾は、議事堂の中も、特に匠を凝らした、華やかなものとなっている。また、シャンデリアは、水晶でできている。なお、天皇専用のトイレが御休み所の斜め前にあり、中には、洋式と和式のトイレがそれぞれある。天皇は国会に来場するとき、皇居より前後を白バイ、パトカー、皇宮護衛官と警視庁警察官の乗車したオープンリムジンに警護されて往復する。A氏はこの日に限り、夏は白の礼服、冬は黒の礼服で出迎える。御休み所の窓からは、ビルによって視界が遮られる前までは、富士山が見えたという。国会議事堂の内装の多くは、内外木材工芸株式会社が手掛けているが、御便殿の内装は特別な検査に合格した素材を使うなど、特に手間がかけられている。一般には、本会議場と呼ばれる大ホール。各院の2階部分にあり、3階まで吹き抜けとなっている。天井の部分には、ステンドグラスがあり、それを通して中光が通るので本会議中以外は、天井の蛍灯は点灯させていない。議場の構造はいずれも、議長席、演壇を要として線形に広がり、会派ごとに議席が配分されて座る、いわゆる大陸型である。向かって中央奥には議長席があり、その左側には事務総長席がある。演壇は議長席前方にあり、その下側には国会速記者席があって、議事録を手書き、画像、速記の例で速記している。また、議長席を中心に左右に2列の席が伸びており、前列が閣僚の座る国務大臣席、このうち最も議長席に近い側の席が内閣総理大臣席、後列が議員事務局職員が座る事務局職員席となってある。議員の議席は会期の初めに議長がこれを定めるが、会期中に必要があれば変更することもできる。衆議院規則第14条第1項。参議院規則第14条第1項。衆議院では、議席の席順は、議長席に向かって左から、所属議員の多い順に会派が割り当てられる慣例となっている。つまり、議長席から見て、右翼席から第1党、第2党となり、最左翼に無所属議員という議席配置となる。それに対し、参議院では、最大会派は、中央の議席、その左右に小会派が位置される。同一会派内では、当選回数の少ない議員ほど議長席に近い、前列に当選回数が多い議員ほど後列に割り当てられている。各議席には号数が付され、黒地に白色の文字で議員の氏名が記された氏名標を取り付けられている衆議院規則第14条、第2項、参議院規則第14条、第2項。参議院議場では、議長席の後方の階段上に、天皇の席、お席、玉座があり、開会式に際しては、議長席を分解して、式場をセッティングする。帝国議会の開院式は天皇を、貴族院議長に迎えていった名残で、現在でも、国会の開会式は天皇を、旧貴族院を改組した参議院の議場に迎えて行われており、天皇はこの席で、開会のお言葉を述べる。本会議場に設置されているマイクは、参議院では、議長席と演壇のみに置かれているが、衆議院では加えて、事務総長席、主に記名投票の結果報告に用いられると、議事進行係を務める議員の席にも置かれている。現在、参議院の議員定数は242だが、参議院議場には460の席がある。それでも、衆参両院の議員総数722には足りないので、開会式では通路や後方の空きスペースに立ったまま列席する議員もいる。両議場とも議員は先例により、ジャケットと議員バッジ、2005年からはカード式身分証でも、他の着用がないと入場が許されない。これには一切の例外が認められておらず、かつて福田赳夫元総理がバッジを付け忘れて衆議院議場に入ろうとしたところ、A氏に制止されて慌てて辺りにいた別の議員、森喜朗からバッジ借りて入場したこともある。なお、各院とも議長の許可がない限り、議場での帽子、街灯、襟巻き、傘、杖などの着用、携帯は禁じられており、衆議院規則第213条、参議院規則第209条、喫煙も禁じられている、衆議院規則第214条、参議院規則第210条。また、議事中は、参考資料を除いて新聞及び書籍等を閲読してはならないことになっている、衆議院規則第215条、参議院規則第211条。議場の後方上部には傍聴席が設けられている。傍聴席は議場と一体の空間となっているが、議員規則上は議場とは別の区画として扱われており、傍聴人が議場に入ることは議員規則で禁じられていい。衆議院規則第226条、参議院規則第229条。衆議院本会議場の傍聴席は、貴賓席、外交官席、参議院議員席、公務員席、公衆席及び、新聞記者席に分けられている、衆議院規則、第221条。また、参議院本会議場の傍聴席は、皇族席、貴賓席、外国外交官席、衆議院議員席、公務員席、公衆席及び、新聞記者席に分けられている、参議院規則第220条。公衆席には議員の紹介により入る者の席、紹介席と先着順により交付された傍聴券により入る者の席、自由席がある。傍聴人は交付された傍聴券を持参しなければならないが、新聞社及び通信社の記者には1回期に通じて有効な傍聴証が交付される。傍聴人は議長が定める傍聴規則を遵守しなければならず、衆議院規則第227条、参議院規則第228条、議長には A 氏または警察官を指揮して、傍聴席での秩序を維持する権限が認められている。衆議規則第228条第231条、参議院規則第224条第230条。国会では、委員会が行われる部屋を衆議院は委員室と呼び、参議院は委員会室と呼んでいる。委員会の会議室の中でも最大のものがテレビの国会中継でおなじみの予算委員会や重要な特別委員会、党首討論などが開かれ、時に証人喚問や参考人招致なども行われる衆議院第一委員室と参議院第一委員会室である。これらはともに国会議事堂本館の中にある。ちなみに本会議場、委員会室とも設置されているマイクは複数あり、一つは本館場内音声用、一つは NHK の生中継、取材用、一つは民放と書かれた民間放送各局共同使用の生中継、取材用など様々な用途別に置かれている。その他の委員会が開かれる委員室、委員会室は各院の後方に立つ別館、衆議院、第一別館、参議院別館と各院の両横に立つ分館、衆議院分館、参議院分館の中に入っている。各院の事務局、法制局、講堂などもこの中にある。別館は、講堂、特例都道中央間が257号線、国道246号に面しており、議員との面会や、議事傍聴の受付窓口が置かれている。衆議院、第一別館には、国会内郵便局があり、講堂に面して、入り口が設けられているので誰でも利用可能である。国会議事堂の正面には、正門前の並木道を挟んで南北に分かれる、国会前庭がある。国会前庭の北地区は、洋式庭園、南地区は、和式庭園になっている。また、北地区の一角には、国会の仕組みや、憲政の歴史を展示する、憲政記念館と、日本水準原点が建っている。国会議事堂中央玄関、参議院正玄関、衆議院正玄関の前には、玄関前庭と呼ばれる庭園及び遊歩道がある。1960年代前半、周囲の区画整理をした際に、現在の形に拡張された。その際には、敷地外の国会図書館前にあった、伊藤博文の銅像も参議院正玄関前に移設されている。1970年には、全国47都道府県の木が贈られここに植樹された。また1990年には議会開設100年を記念して衆参両議院正玄関前に噴泉が設けられた。国会議事堂敷地の講堂、特例都道中央間が257号線を挟んだ西側には南から衆議院、第一議員会館、衆議院、第二議員会館、参議院議員会館の3棟があり、それぞれが講堂の下を抜ける地下連絡通路によって、別館、分館、議事堂につながっている。また、地下鉄駅接続通路で、東京メトロ国会議事堂前駅と永田町駅にもつながっている。また、国会議事堂敷地から、講堂、特例都道中央間が247号線、通称、州坂を挟んだ南隣に、衆議院、第二別館と国会記者会館、同じく講堂、特例都道中央間が176号線を挟んだ北隣に国立国会図館、参議院議員会館の北に参議院、第二別館、衆議院、第一議員会館の南隣に総理大臣官邸、首相官邸などの国会に関連する施設がある。国会図書館と首相官邸を除いて、国会議事堂はこれらとの間も地下通路で行き来することができる。画像、国会議事堂周辺の俯瞰図。三権分立の原則にのっとり、立法府の最高機関が行政府の下部組織、警察庁、警視庁に警察権を委ねるのは好ましくないという考えから、議事堂の敷地内では日本の警察ではなく、各議員が自身の手で自律的に規律保持を行っている。議員警察権。このため警察官は衆議院議長や参議院議長の許可がない限り敷地内に立ち入ることはできない。院内で警備を行っている者は A 氏と呼ばれる衆議院事務局と参議院事務局の職員である。議事堂敷地内に日常的に出入りする国会議員を A 氏は議員バッジ、正式名、議員記章と議員身分証、正式名、帯用書を着用の有無で識別している。これがないものを A 氏は原則として制止するが、それでも A 氏は国会議員全員の顔と名前を覚えている。議員は登院すると各院の玄関及び裏側の通用口、分館の入り口に登院表示板があり、登院すると押すことになっている。3箇所は連動しており、いつ押したかも管理されている。たまに参観に訪れた者が押してしまうことがある。議会召集の日のみは、正玄関にて表示板を押す代わりに名刺を出すことになっている。国会議事堂は、東京を代表する観光名所の一つとなっており、多くの修学旅行生や団体ツアー客が毎年、訪れる。参議院は、本会議開会中以外の平日であれば、誰にでも見学を許しているが、衆議院は国会議員の紹介などがあるものにしか内部の見学を許していない時期があった2009年11月6日から一般申込参観の受付を再開した。また、見学以外にも議員への面会や議事の傍聴などで議事堂内に入ることができる。裏門より入構し、エスカレーターを降りた参観者ホールで空港での保安検査並みのセキュリティチェックを受ける。議会開設100周年を記念して、1990年、平成2年11月28日から国会議事堂は毎日日没から午後8時までライトアップされており、照明に映える白亜の殿堂の姿を敷地外からも堪能することができたが、東北地方太平洋沖地震に伴う電力不足により、2011年、平成23年3月14日以降、当分の間ライトアップを休止していた。なお、景観については、山王パークタワーやプルデンシャルタワーの建設により、徐々に損なわれつつある、正面左手奥のビルが、山王パークタワー、右手奥のビルが、プルデンシャルタワーである。特に国会議事堂の西南西約800メートルには、TBS が再開発した複合施設、赤坂サカスがある。東京都は、東京都景観計画を2007年、平成19年4月1日に施行し、国会議事堂、迎賓館、聖徳記念絵画館、東京駅丸の内駅舎の眺望の保全に関する景観誘導を行うため、背後に高層ビルや奇抜な色彩のビルの建設を禁じる大規模建築物等景観形成指針を策定しが、赤坂サカスにある赤坂ビズタワーは指針ができる前に計画決定したため、その対象外であった。自主抑制で当初プランより低いビルに変更されたが、建設は計画通りに進み、景観に支障をきたすようになった。2010年、平成22年以降、国会議事堂に行って、国会議事堂正面の写真を撮ろうとすると、山王パークタワー、ザ・キャピトルホテル東急、赤坂ビズタワーが正面左手、プルデンシャルタワーが正面右手に入ってしまう。またそれらに伴い、国会議事堂のイメージ映像、ニュースソースで国会議事堂を映す映像は、真正面であったものが面ローアングルか左右どちらかの側からの映像が多くなっている。赤坂サカスを開発した TBS 自身も同様。紙幣、硬貨や切手、はがきの意匠に、立法府の象徴として国会議事堂が幾度も登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。